ザ・ヘブンリー・サンデー・ソーシャルは1990年代にイギリスのロンドンを拠点とするレコードレーベルヘブンリーレコーズによって日曜日に開催されていた伝説的なクラブイベント。第1回目は1994年8月6日、ロンドンのグレート、ポートランド駅近くのパブ、ジ・アルバニーの地下スペース。レジデント DJ はダストブラザーズで、 来場者の多くは当時イギリスの音楽シーンを盛り上げていたアーティストたちだった。パンク、ノーザンソウル、ポップスなどジャンルを超えたダストブラザーズの選曲は芝叩く間に音楽業界関係者やクラブキッズの間では大となり、その結果、詰めかけた来場者たちが会場に入りきれず、収容人数の少ないジアルバニーからイベントをターンウルズ、スミスフィールドといった、 大きな会場へと移動せざるを得ないほどの状況となった。また、DJ を務めていたダストブラザーズもケミカルブラザーズに名前を変え、アンダーグラウンドのクラブシーンから一気にスターダムへと登り詰めた。その後、ケミカルブラザーズも欠席することが多くなった。このイベントは、モンキーマフィア名義でも活動していた DJ のジョン・カーター、プライマルスクリームのアルバム、 スクリーマデリカのプロデューサーだったアンドリュー・ウェザー・オール、デス・イン・ベガスのリチャード・フィアレスなどをレジデントに迎え、現在のイースト・ロンドン人気のきっかけともなった、ホクストン地区のクラブ、ブルーノートで開催されていた、いくつかのイベントとともに、ロンドンのビッグ、ビートシーンにおいて欠かせない存在となった。ありがとうございます。